皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日の散歩はご存知恵比寿です、ここはもう本当に今賑やかな街で、街をこう行き交う 人たちも非常にこう元気そうに活発に動いている大都会です。特に恵比寿のこの像ですが、今日のカメラマンの西山さん、ちょっと悪いけど僕映さないでいいからここに立ってください。もう一台のカメラで、こっちを撮ってください。恵比寿の像と西山さんを撮ってくださいね。え、恵比寿さんはここにもいます。今日のカメラマンは恵比寿様です。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブの提供でお送りします。今日はおしゃれな街恵比寿をお散歩。ところがそのおしゃれな街で野生動物に次々と遭遇。セキレイが、ヘビがいます。ヘビに向かってきます。あ、でかいカメだな。さらに洋服屋さんでは番組スタッフが同級生と10年ぶり偶然の再会。大学の同級生が働いてる。え、仕事の合間にいろんな個人的なことやってるね。マイク外してどうなって。そして100年以上前のアンティークオルゴールとの出会い、その音色は。たまんないね、この音は。さあ、今日も散歩に出かけましょう。今日はご存知恵比寿をお散歩。駅西口から出発したちいさん、まず渋谷方面へ。あ、ちょうど電車が来ます。もう本当に東京の電車は、山手線はひっきりなしに来ます。色のムクゲかな、これは何だろう。ムクゲだね。こんな色のムクゲがあるんだね。ほら、紫、インクのなんかインクがついたような色、面白いですね。初めて見ましたね、私こんな色のムクゲは。蝶々がいます。ほら、恵比寿にも蝶々がいます。あ、いるか。そりゃそうですよ、いますよ。綺麗なお花が咲いているんですから。あ、ほおずきがいっぱいありますわ。こんにちは。もうほおずきが、そうですね、時期ですからね。あ、綺麗ですね。こういうのはなんか生け花かなんか使うんですか？そうですね、切り花にしてもいいし、お盆ですから。で、これ提灯代わりにするんですよ。これ提灯代わりにするの、これ品物いいですよ。ね、いい、そうだと思いますよ。ありがとう。買わないで、すいません。ありがとうございます。すいません。おしゃれだな。本当に洋服屋さんっていうのか。そういうお店が多いですね。ああ、こちらお世話になってる。え、お世話になっているとは。あの、ちい散歩という番組ですけども、これお世話になってます。いつもなんかいろいろお借りしてるよ。ありがとうございます。こういうお店でいつもこういう洋服を、用意していただいたりしてるわけです。これはそうですか、中さん。あの下のシャツが、これが、この下のシャツが
こちらのお店のもんだそうです。ちいさんが衣装をお借りしているこちらウェアハウスさん、ジーンズや T シャツなどアメリカンカジュアルを中心とした洋服屋さんです。ちいさんたらこんなにおしゃれなお店にお世話になっているんですね。なかなかいいね、あのね、ねえ、かわいいね、このシャツ。ほら、おしゃれだね、かわいいね。大学の同級生が働いてるから。ね？丹野と一緒の。誰が？あ、僕。いや、もう全然大学から会ってないんですけど、ここウェアハウスっていうところで働いてるっていうのを聞いてたんです。ああそう、で今偶然来て聞いてみたら、はいはい、仕事の合間にいろんな個人的なことやってるんで、マイク外してどうなって、あの僕の声は取ってんのかよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、お仕事します、すいません。びっくりしちゃって、ちょっと、すいません。すいません。いや、いいんですけどね、同級生の方がこちらの会社。僕、大学サッカー部だったんですけど、彼はあの野球部だったんですよ。ジーパンが大好きで、うん、京都からこっちに仕事で来たっていう話は聞いてたんですけど、うん、なんか2階にあ、いらっしゃるの。じゃあいやいやいや、すいません、待とう、いいよ、そうなんで、いや、30分でも1時間でも待つよ。そうですよね、お久しぶりなんですもんね。お待ちしましょう。おーい、おーいって、え、いら、どうぞどうぞ。申し訳、いつもお世話になってるみたいで。あ、どうもどうも。 今偶然話を聞いて、僕の声取らないでこれ外して話してから何度やってたら10年ぶりぐらい、そう、ね、同級生がいるっていう。あ、そうですか。あ、元気。あの丹野って言われて分からへんの。元木、元木。あ、そうですね、下で呼ばれてたんで。もう忘れてました。いえいえ、覚えてます。忘れてたって。覚えてます、覚えてます。面白いね、偶然とはいえ。本当ですね、こんなに素敵な偶然があるんですね。お騒がせしました、またどうぞよろしくお願いします。置いてってもいいんですけどね。いや、仕事始めて、またゆっくり行きます。丹野くんのお友達が偶然、そのなんかこの番組らしくていいですね。偶然でこういうことがあるんですね。なんか他にはいないかな、誰か同級生がいるとか、なんか聞いてみたらいいね。お世話になっているお店で思わぬ出来事を楽しんだちいさん、さあ続いてはどちらへ。これは置物ですか。あ、生ですね。鼻が動いてるから鍋に生です。気がついた。毎日のとこすいませんね。どう、気になりましたか。いや、いいんですよ、そのままの格好でいいですよ。起き上がらなくてもいいですよ、暑いですからね。 あらーじいさん起こしちゃいましたね。せっかくお昼寝してたのに。それにしても可愛いですね。あら、作業中の方でしょうか。面白いですね。うまくできてるね。え、うまくでき、お人形なんですか。これうまくできてますね。よく聞かれるでしょう。はい、聞かれます。あの人大丈夫ですか。電車に乗った人がいつも同じ格好でいますねとか言われますか。よく声をかけて。あ、声をかけていただきます。はい、あ、そうですか。頑張ってんね。ありがとう。一服しませんか。本当に大変だよな、これ。誰が考えたんですか、これ。あ、自分が考えました。あ、自分が。たまには変わってやろうと思わないですか。いや、最初はあっちだった。ええ。で、あまりにも目立ちすぎたこっちにしようと思って、こっちにしたら今度。こっちがまた目立ち始めたんで、あの電車から見えるから、電車乗ってる人は一瞬しか見えないから、ずえって一瞬見た人は目に焼き付いて、ね、また通った時にまた同じ格好してると思う人もいるくらいうまくできてますね。そうです、中身はなんかすごい普通のあれですか。普通の
天井の人形をもらった時に何か使おうか。ああ、なかなかユニークで素敵です。あ、ありがとうね。そろそろあのお茶にしていいよ。みんな休んでんだから。一人で働かなくていいからね。本当にお疲れ様です。お人形さん、赤霊が、赤霊が、蛇がいます。蛇に向かってきます。また蛇がいました。本当にこの頃いるな。本当、ちいさん、また蛇ですか。これ今僕、京竹灯を見ようと思ってきたら蛇が下にいて、この本当に都会のど真ん中にあって、蛇がこの頃いるんですよね。あれはシラサギですね。いますね、いろんな動物が。シラサギくんもいますよ。ほら、あれはとあの穴にヘビが入って、両方解説しなきゃいけないから。ヘビはやっぱあの穴の中に入ってきますね。それで今度向こうから泳いでくるのは何ですか、あれ。え、泳いでくる？どこですか？ん？あれカモか？カメ？なんでこんなところにこんな動物がいろいろいるんだよ。あ、でかいカメだな。あんなのあれだろうね、噛まれたらやっぱりなんとかカメじゃなくても怖いだろうね。はあ、一瞬のうちに今赤霊がいて、蛇がいて、シラサギがいて、こんな大きなカメがいて、びっくりしました。はい、恵比寿でこんなに野生動物に会えるなんて、じいさん。また出てきた、ほら。こいつら本当に何やってんだお前よ。だってさっき入ったのあっちなんだよ。だから繋がってんのか。いいもの見せてあげる。いいもの見せた。嬉しい、じいさん。嬉しい。あれ、ヘビ。あ、嘘。嘘じゃないじゃん、ほら。あ、本当だ。じいさん、ヘビにつけるのがうまいですね。シリーズで続いてますよね。そう、ヘビ見つけるこの人がうまいんですよ。あ、すごい。じいさん、さすが。失礼しました。失礼いたしました。これはウサギですね。ウサギ屋さんですね。これもウサギ？ウサギって耳が立ってんじゃないの？かわいいね。いらっしゃいませ。すみません、お客さんがいらっしゃるのにあんまりやるしゃ。うわ、こちらはウサギ屋さん。はい、ウサギの専門店です。ウサギの専門店、はい、こちらは2年前にオープンしたウサギ専門店、ウサギのしっぽ。主に海外の品種を扱っています。可愛らしく飼いやすいウサギは近年特に若い女性の間で人気だそうです。うさぎって僕らはあの絵本で見ても、はい、絵を描く場合も、はい、耳が立ってると思ったら垂れてるウサギっているんですね。いますね。これもウサちゃんですか。どこのウサギですか。アメリカの。じゃあ生まれたのは日本なんですけど。日本で。アメリカから連れてきてもらった子たちの親と親を交配して生まれた子たちですね。こちらグルーミング中です。あ、静かにしてるわ。気持ちいいんだね。やっぱりワンちゃんなんかのこれと違う？あ、毛質ですか。うん、毛質。いやいや、毛の扱い方っていうのは違うもんですか。してますね。うさちゃんの肌がデリケートなので。ちい散歩でいろんな動物のとこ行ったけど、ウサギだけっても初めてだな。ウ
サギが置いてあったとこはあったけども、面白いな、さすが恵比寿ですね。ありがとうございました、すいませんでした。はい、今度はちょっと細い。こんにちは。いつもまあ朝見てて。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いつもにカメラ出てくれちゃった。じゃあ。立派な木が、本当に神社の周りがもうこの大きな大木で覆われている姿っていうのは、都会のこの都心の真ん中にこういうものがあるっていうのに出会うとびっくりするね。T シャツ作ってるの？これは T シャツをプリントしてるところですか？プリントしてる。これ一枚一枚こうやって手作りなんですか？そうです。こういうのをこれも見るのは初めてだね。毎日のようにみんなこうやって T シャツやなんかお世話になってるのに。意外となんかこう作ってるところをあんまり表に出さない。ことが普通なので、そうだよね、僕がなんか逆にこう、うどん屋さんとか蕎麦屋さんが麺打ちをこう見えるようにしてるお店結構あるじゃないですか、あのイメージで。今日は新発見の多いお散歩になりましたね。じいさん、続いては？学生さんに混じって。違和感ない？そうかよ。アンティークオルゴール、ちょっと見せてもらいましょうか。こんにちは。あ、どうも、チーです。どうも、こんにちは。突然お邪魔してすいませんが、アンティークオルゴールっていうのをちょっと見せて。1階の方に、はい、展示しております。こちら川上楽器は、ピアノやオルガンなどの楽器販売や修理を行うお店。しかし、実は先代社長が集めた100年以上前のオルゴールも多数所蔵しています。これらの多くは円盤型のディスクを使って音を奏でるディスクオルゴールと呼ばれるもの。じっくり見せていただきますか？やっぱこれもこのディスクというか、これを変えることができるわけですか？ディスクは、よいしょ。うわぁ、こんなになってたの。すごいよ、これ。ディスク外します。綺麗だよ、ほら。こんなになってんだ。で、この裏が、突起が出てますね。はい、触っていいですか？はい、あ、出てます、出てます、ザラザラしてます。はい、でこの突起がですね、このホイールを、ホイールが突起を弾いて音を出してるんですけど、はいはいはい、この櫛歯、櫛みたいな形の櫛歯っていうんですけど、2つあるんで、まあ、こうダブルコームっていうんですけど、はい、まあ、ここからここまでがそれぞれ、ピアノでいうと鍵盤の役割をしますんで、はいはい、でこの場合はベル付きなんで、ベルも同時になる、そういうオルゴールなんですけど、
なんでこのベルのそばにいるのはこの蝶々が飛んでるんですかね、これ。これはね、おしゃれだね。見えないとこなのにね。どんな音色を奏でるんでしょうね。じいさん、聞かせていただきましょう。じゃあこちらもいいですか。はい、蓋しなくても大丈夫ですか。あ、この方が面白い。たまんないね、この音は。蜂かな、これ。蜂かもしれんな。蜂か蝶々か動くんですよ。ピンチーンってなるんですよ。今日はこちらを散歩の終点に決めたちいさん。アンティークオルゴールの柔らかな音に包まれながら、いつものように一日の思い出を絵手紙に。完成までおさらいです。鮮やかな色のムクゲを鑑賞したちいさん、洋服屋さんでスタッフが偶然の再会。野生動物に遭遇した後は耳の垂れたウサギにも驚きました。最後は100年以上も昔のアンティークオルゴールの音色に感動。3時間4102歩のお散歩でした。はい、今日の散歩恵比寿、びっくりしました。いろんなものがこう栗の伊賀のようにみんな外に向いて発信してる、強い勢いのあるいい町です。新しいものをどんどん受け入れて、それを平気でこうバッと見せる強さと、古いものをじっくり守る、あまり他では見られない散歩になりました。そんな中で今日の一枚の絵は、恵比寿の駅前にある恵比寿像さんのにこやかな顔を描いてみました。今日一緒に同行してくれたカメラマンの西山さん、まさしくこれにカメラを持たせたら同じ顔だと思います。そんなんで今日の一枚の絵でした。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は足の冷え性対策体操です。足は肩幅で両足のつま先を反らせます。この体勢を10秒間キープしましょう。ちい散歩で訪れた街を本でご紹介。待望の第6巻が絶賛発売中です。おすすめの22コースを絵手紙とともに掲載しています。